6時だよナジャグランディーバのレッツゴーフライデーさあ皆さんこんばんはナジャグランディーバでございますよ、えー、今日はなんと皆さんもご存知かと思いますけれどもスペシャルゲストが来てくれてるんですよ知ってるかな、えー、チョから始まるこの方々でございます早速お呼びしましょうチョキチョキジョニーのお二人です <laughs> まきちきのがおいです石原ですよろしくお願いしますずっとずっと考えてて今日来るときに今日なんか「うーん」っても前喋れへんの、ね、考えてはるやつ思ったらなるの「は <laughs> い」ってういうはい。じゃあ,さあメッセージをいただくためにアドレス紹介をねはい別にもうだ,だってあんだけ精いやだもうメッセージも「はい、ください」って言って3文字でもいいからいうそうさいあんだけ催促せなきゃえんのかと思って

の福島さんが言ってくれたから優しいな福島さんこれはねどうやったんですかどういうデバイヤったんですかどういう役でそう悪役そう衣装どうやったんですかマントするから千かマントだけ用意されとってんけど黒いほんまのロフト乗ってるようなやつかなと思ってたらシルバーのスパンコールやってギラギラっていうやっぱりやっぱり私写真で見てたんですけどあれなじさんが自前で持ってきあったんかなあだなそうやっそうなやまさかのあれ用意されたえすげえなさんすごい だから今日はラジオ祭りの後やから皆さんメッセージいっぱいくれると思います、はい、し皆さんからのメッセージを募集していますよ。メールアドレスは naj a at m a r mbs 1179ドットコム naj a at m a r mbs 1179ドットコムです。皆さんからのメッセージをお待ちしていますよ。そして今シーズンも番組ノベルティがあります。<お>メッセージを採用させていただいた方にはなんと私ナジャの生キスマーク付き直筆自画像。しかも新たに書き直しましたよ。 のコースターを差し上げますのでぜひ皆さんメッセージくださいねそしてツイッターのアカウントもありますアットマーク nadja1179 でございますよはい 来てないねなメッセージは来てますけどもしかしてこうやった方ちゃいますラジオネーム銀ちゃんさんからいただきました富田林氏の方でございますえラジオ祭り娘と二人で見に行きましたいつもは車移動ばかりで電車に乗る機会がないので電車で行こうかと言ったら5歳の娘はテンションアップいろいろな電車に乗り換えて電車移動を満喫長い公園着いたのが11時過ぎでもうステージではなジャさんが出ているので早くステージ じゃ、行こうとしたら、遊びたかったのに。と、娘が怒り出し、あの、長い公園ね、うん、あの、子供。そうか、そうか、そうた,、ねね、たくさんあるんですよ。で、後で、お芋さん買ってあげるからと、なだめて、やっとステージへ。初めて、生ナジャさんを拝ませてもらいました。うん、けど、ステージ前は人が多く、近くで見ることができず。携帯で写真を撮って、大きく拡大して、ナジャさんを見ました。とても、お美しく、綺麗なナジャさんを見て、感動しました。<laughs> 娘も「きれいきれい!」とナゼさんの写真を見ていましたそうそう、ね、ステージが終わった後は唐揚げ焼き芋舞妓の試食といろいろ回りあいい娘が行きたかった遊具のところまで遊びに行って電車に乗り帰りましたその夜娘に「今日はどこが楽しかった?」と質問したら「帰りに寄り道をした百均が一番楽しかった」と転げけそうになりました。<laughs> 二人すといに負けるんかなと思ったら100均は楽しいってで、百 100, 100円でこれあの写真スポットですかねな々さんとあそあの浜村さんとかその5人レンジャー5番組じゃあ5番組じゃあ、はい、5番組じゃあ番組じゃあ番組じゃ番組じゃあ 前で同じポーズしてくれてんねん顔顔顔がめっちゃスーッとしてる無理やりさせられたっぽいあの子供のよくある魂抜けてるお前ちょっ笑ってくれてますねそれ。これもしかしてでもそうやな私も写真このレッツゴーフライデーの ツイッターでも結構写真を上げてくれててナジャさんもだからさっき言ってたスパンコール結構大きめのこれほんまに豪華な大きいねんかどこで手に入れたら多分作らはったんちゃうわざわざねすごいね欲しかったもんもらおうかな思ってこれほんまに普段の衣装でもいけるぐらいのステージのねギラギラギラ一番目立ってたもん衣装ただすごいですね5番組じゃの衣装がバラバラいやそうなんですよババララ が近藤さんだけが近藤さん一番ち黄色と、ね、長靴とかも履いてますよね白<で>い長靴。あの ヒーローっぽいベルトベルトはす皆さん用意されとってんけどそうなベルトとあのなんかスカーフみたいな針金のあはいれだけ用意されとてあとは色それぞれあなたの色の服を持ってきてくださいねっていうことやったと思うけど自前感がやっぱすごかった上泉さんなんか私服スーツがほとんどでも色を見たらやっぱ緑のチェックが入ってんでこだわりのやつファッあれ緑のチェック入ってるんですかチェック入っててあメンズ感床貼って全部揃えた揃えたような気する なんか上泉色がすごい出てただから緑だけがなんか絵に写ってるから設定としてはその5人に五人が帯やってるからその帯を空いたとこを私が狙ってるっていう,悪の,っていう悪,悪,悪の帝王みたいな設定やってんけどずっと一緒におったわけこの5人5人か5人とあ控室的なもう控室とか舞台上でもだいたい一緒に出てるわけ。はい なんか無理やなと思った。あの五人の枠をいただくのがってこと？そう無理やなと思ったし、ちょっとここの枠に入りたくないなっていなんですか？なんでなんです。いやかここのその近藤さんおってさ、うわさんやろ。で松井愛香って浜村さん。ほんで小森さん。 すごいねんって小森さんのっちが大きかったいあやっぱり断然大きい,い90ぐらいのちゃうかな百九十ぐらいいやもうすごかったな天才勢ぞろいって感じ<ー>自由な天才勢ぞろいな感じで私なんかもう無理と思ったもんその枠を狙うなんか無理やし やめとこって思ったまだどうですか<と>ま<だ>悪が強かったですか悪が強いしなんか正義の方が悪が強かったわか,かんないけどあんまり言うた怒られるかもしれんけど <laughs>、はい、そりゃテレビ向いてへんやろなっていう気がすごいしたの、ね、よなんかそれはこれラジオの人やわこの人らっていうなんかほんまに むちゃくちゃ言うしむちゃくちゃ言うし自由やしやっぱりなんか時間通りパンパンパンってその中でもさここううテレビポンポンポンも行くけどもう好き放題やんかそりゃこれテレビ無理やろなって思いながら私は一緒に出てましたうまにこう言ったら悪役でしたけど冷静に見ながらじゃイベントされたってことですねすごい冷静に見てるんだよいやもう浜村さんなんかすごいなと思ったわもうなんか自由やし自由で しゃべりだすねんけど説得力もあるからすごい聞いてしまうしあんなのもうなられへんっていやすげえちょいしゃまたんかそれぞれに個性もあっていやでもやっぱ近藤さんが一番テレビ向いてへんなっていう感じやっぱ悪かったそ怒られるかもしれへんけどただやっぱラジオの帝王やなっていう感じ皆さんもテレビも出られてますもんね 天才を見たって感じしたな<ー>ほんまにい,い,いい楽しいイベントだったんですね勉強になりましたお、じゃあなりたい、うん、近づきたいなりたい近づきたくはないけど勉強にすごいなった <laughs> いろんな意味でまた次回もねラジオ祭りをお楽しみでということでそれではレッツゴーフライデー今日も最後までお付き合いくださいニュースのまとめナジャジャジャーナル このコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介していくコーナーナでございますそしてここからは実ははシーズン3では当番ゼロでしたしかし勝手に前室にやってきては特に面白くもない話をグダグダ喋って帰り本番前の私たちとスタッフのテンションを下げていった。 森本翔太アナウンサーが入ってくれます。よろしくお願いします。はい、こんばんは、<laughs> アナウンサー森本です。よろしくお願いいたします。お願いします。いや,いやそれを言われてどうしたらいいんですか私。だってこれは私もこれ読みながら書かれてるだけだから。確かにねこの番組の中のニュースとかを去年担当する前に、うん、あの前のシーズンはお世話になってましたんで、こんばんは今日ニュース読みますみたいなことは言ったと思うんですが、ね、まさかそう受け取られ

ラジオネーム団長さん神戸市中央区の方からいただいてます、はい、翔太くん登場待ってました近頃は出演していないラジオ番組の話題になるくらい頭角をあらわにしてきた <laughs> 翔太くん私は彼に新たな称号を与えたい<お>それはポスト

いや、もう正直に言って言って聞いてない。ああいう年の取り方をしたいと思います。あのしもれたばっかり。いや、違う、違う、違う。それは自重してほしいんですけど、まあ、六十手前になってもこうにこやかで。いろんな人に腰が低くて。っていう、あの年の取り方はしたいなと思いますよ。なるほど。今何歳だっけ、森本。二十七です。二十七。そうやな、まだ若い。そうやね。二十代ですよ。うん。な。

普通キヤイレチそれかっていう。なんでそんなこの門前払い感があるんですか。なじゃさんすごい可愛がった。だかねあの四シーズン目ですかなじゃさんのオフの番組で一シーズン目も二シーズン目も二回ずつ読んでいただいてで間のその野球中継がある間のあの番外編月きのものにも読んでいただいてと思ったらですよ去年え三拾辻がレギュラーですと。 今までアナウンサーが代わり番こでアナウンサーのレギュラーがなかったところに彼らが入る、うん、そうなんですよそして呼ばれないいやじゃあじゃあ考えて、はい、外に出てやで、はい、初めて道歩いてる人に声かけて、はいうん、知ってますかっていう質問してもらうな、んはい、あなた <laughs>、まあ、できたと思う <laughs> それはいやよ、三拾でさえちょっといやごめんなさいって断られてしまったのに。内容の話じゃなくてまずインタビューに答えてもらえるかどうか。ダッシュを止めてもらうのもやっぱりやっぱりそれはちょっと拒ってたらだって絶対それはあれだ。どうどうど人力車引くバイトしてましたからその一軒家人に声かけね。今日の寄ってましたよ。寄ってましたよ。はい。 なんなら初めてテレビに行た時は人力車引くみたいなでしたどれぐらいやってたえっとまあ八ヶ月ぐらいですやめてるやつ。やったことやったうち入れへんよヶ月ぐらヶ月って周囲に一回ぐらいでやろうまあまあむしろ二三ぐらいで二三ぐらいで続けへんなやりましたよだってめっちゃかっこいい人多いじゃないですか多いねあれ人力車のお兄さんってで基本的にはあれお兄さんが一人一人あの声をかけて乗ってきて くれる方はあんまりいないですから正直基本的にはどうですかって言ってこっち行ったらこんな楽しいところがあって、まあ、ちょっと人力車で行きませんかっていうのをまあ営業ですよねある種お客さんに対してまあまあそ,、ね、それでどうやったん績<え>成績的には,そうそうはまあ一日1組ぐらいはコンスタントに載せてましたよそれは少ないかる <laughs> 少ないかな <laughs> 一回乗せるとあのまあ三十分で九千円ぐらいのコースがあるんですけど、まあ時給が千円とかなんで、まああの自分の働いた分ぐらいはちゃんと稼ぐ。人力車代が出てないじゃないですか、その車代がそうまあそういうそういうところには超特急と人力車でそんだけ違うってことなんだね。うまいうまいあのはもうしましました。んりゃといます。かうまないわ。二人が褒めてくれるときって。 大して読まないときは褒めてくれる。いやいやまあいやちょ急で人力車は本当にうまいな。いやいや。い心を真面目な小さでうまいなと。<れ>いやい,やいやすごいありがと言うございます。と思ったけど。<laughs> まあでもこの日を待ち望んでおりましたので。あそう、はい。あのまたこう森本を呼んでくれとリスナーの皆さんにも言ってもらえるような。 まあでもなんか熱狂的なファンはねそうなんです結局大橋さんとか福島さんも翔太惜しいしあの二人だけですよ本当に私のことをかいがってくれるのはそれは知ってるいや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 それは知ってるでもすごい二人にかわいがらしてるから最近はどうなったらこの人たちがもうお酒飲むとかもう明日これ記憶ないなっていうところまで分かるようになりましたからはい。そう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 そ 穴もいっぱいおるわけや。から <laughs> やっぱそこら辺ともちょっとやっぱり喋れるようになった方がいいと思うよ。はい、はい、まずは藤林から。藤林から。あ、そうやね、これ未来の旦那様になる日のために頑張ってくださいって、ね、そう,、ね、そう団長さんは応援してます、はい。藤林、これ聞いてゲロ吐くんちゃう。<laughs> <laughs> 小さいね。<laughs> <laughs> うん、そんなにも大量じゃないから大丈夫大丈夫ですではちょっと藤林にゲロ吐かれないようにニュースのコーナーをしっかりいっていきたいと思っております、はいえー、では今日最初に気になるニュースはこちらです、えー、菊池桃子さん結婚お相手はエリート官僚タレントの菊池桃子さん51歳が結婚を発表しました お相手は経済産業省経済産業政策局長の新原博明さん60歳。働き方改革や幼児教育無償化などに取り組み、近い将来の事務次官候補と言われるエリート官僚です。交際期間中から二人の子どもの後押しもあり、菊池さんの離婚からおよそ7年半を経て再婚を決意したということです。 これねめっちゃ話題になったね。話題になったけどあんまりこの相手の方にもダンマって知らんねんな。そんなにいや私たちも知らなかったです。小二原ヒマニー。ああルはそんなに見てなかったですか？今手元に写真が出ました。我々はなんかちょっとニュースで写真は見たけどこのジュースニュース自体にそんなにグッといけへんかったからなんかこう右から左で聞いてた感じやってわかります。わかります。ああおしゃべりだったな。いやグッやったから。 でもすごい人なやこのめっちゃエリート超エリート官僚はいう事務次官ということはその官僚のトップになるかもって言われている方ですからねでもこの方若い時仕事忙しすぎて菊池桃子さんがアイドルやったの知らないって言ってましたねえ何歳今60歳歳まあ51歳なんで菊池さんがまあ大体10個ぐらいの年の差というところなんですがでもそうか勉強ばっかりしてたからでもその頃には多分働いたって

まあまあ10個下ぐらいですから今で言う木僕で言うと乃木,坂乃木坂の子たちとかまあ僕もん見てるじゃないですか9歳10歳とかかわいいなと思って見てはいますから、ね、そういう意味では本当に働いてはってでも大人になってからっていうのは楽曲<で>あるじゃないですか。いまので そうラムー、こっちも分かんないですよ。あそこあの安売りのスーパーの方のラムーの前通ったら絶対頭の中であいいわカッコ変わるなシいや知らないの。独学なリズム。これ全体頭でラムーの前行って。少年たちは毎日。

だからすごかったのにどこと斬新なリズム感もねそうやねプルトンちえみさんみたいなことだったんですか女性が真ん中でいや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 いあいや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 いあいや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 いいやいやい なんか斬新斬新やってんちょっと先取りしすぎてたけどそれがでもなんか清純派のイメージの菊池桃子さんがやんのがまたキャップがあったんですよねそういうのちょっとクワっとした声がまたおしゃれやってウィスパーボイスそうウィスパーボイスっていうの知らんねんラム多分2本全員が知ってるアイドルでありもう全員が知ってるぐらい有名なバンド 結構お笑いのネタでもよう使われてたもんね、ラムーね漫才とかでよう使われてたから。もうこの世代に菊池桃子って言ったら、次に出てくるワードがラムー。ラムーでも紅白出はったんじゃかな出た。出た気がするんす。よねだって結構売れてると思うよ、ラムーも。そこまでいった方をですよ、五十六十になってからっていうのは。もう夢ありますよね。でも知らない。知らんか、おでこ ただちょっと綺麗な人や,やなぐらいで、ね OK、どうやって出会うのよどこでこれなんかねしますあのいや政治なんかその、はい、菊池さんが一億総活躍担当の会議がありましてそこ、はい、に参加した、ね、している時に知り合って、えー、最初はマネージャーさんも含めてまあその会議の続きみたいな感じで食事に行ってたというのはねだからだこの旦那さんの,の仕事の関係のその場所でだから応援ですよね。 ね、シで菊池桃子さんもすごい言うたら勉強できる方で、はい、多分お嬢様で,で学校も確か高学歴やったはずですよ。ねのこの世界というか芸能界に入ってアイドルってどんな感じかちょっと見てみたいからぐらいの気持ちで入って結構もここまで来た。すごい今あの僕の学校の講師も してるという。すごい言うたらもう広瀬さんもすごい頭がいいというか。アイドル活動が一段落して大学院に行き直してあのちゃんとその卒業して今先生の方にもなってる。すごいんでプロゴルファーと結婚してさつきみどりさんのお産ですわ前の旦那さんすごいなにもすごいないろんなことを成し遂げてね。 このね、お子さん二人が後押しをしてくれたっていうのもね、一番いいですよね。理想の。ね、いや、まあ、そうやけど、こっちのさ、新井原さんが菊池文具さん。好きっていうのは分かんねんけど。はいはい、何が良かったんやろや,や,やっぱり、そのインテリジェンス。ンンスと経済力とかなんかな。なでも経済力だって、菊池さんもね。 お持ちですからだからこそ話があったんかもねセレブ同士の会話みたいな新原さんに話聞きたいですよねそのどうそういうルートがあったんですかっていうのをどういうルートだったのそういうトップアイドルだった方とこの大人になってからそういう関係になるどう聞てどうしたんや自分も来るかもしれないじゃないですかいつかそう言っトップアイドルはい誰誰例えばお前誰がいいの？ 今だったら浜辺美波さんとかですね浜辺美奈ちゃんね知らんねんえ浜辺美奈美さんあのほら黄身水とかあ黄身の裾を食べたいとか女優さんわかあの掛け狂いとかで出てた人なんですけどあの可愛いのにそのちょっとこう狂った演技も上手っていうすごいいるんですよ演技力ありますありますまあ言ったらじゃあいやいや構ってください分かれんねんもうそうやってもおんねんな あわよくば、そうなりたいと、そのことそ。もともと竹内結子さんが好きだったんですけど。<あ>結局再婚しちゃったんで。 めっちゃ怒ってるやん竹内涼子さんからもう花弁花弁なっちゃう。そうですね。追い出そう。そのいてないんよ。まあ長澤まさみさんとかももちろんもちろん好きですけど、まあ誰かでも上げていらんわって。長澤まさみちゃん聞いてたら嫌だラブメイト上げていらん。わピョンサル来まって言うとハる思いますよ。世の男はみんなこのね新原さんはすげえ。でもそうですね。きっとでもあれちゃう俺も一緒なんだ。あの多分。 初婚じゃないですか、この方。そうずーっと出産一筋で。ねはいはい、で、なんか休みの日はもうコンビニ弁当食べたりとかしてるっていう報道が出てたんで。うん、そういうとこがちょっと。<え>あの、女性オンのくすぐる。す,るすげえ仕事頑張ってるけど。そう、なんや初婚の。 だから仕事仕事ばっかりしてて健康面がやっぱだんだん気になる年齢じゃないですかちょうど60ぐらいやと。はい,はい。大丈夫そんな仕事してて自分の体に全然構わんと食生活って思ってるうちにんだ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 ん,だんと。意外にこの年でその感じの、うん、なんか菊池桃子さんが今まで出会ったことない種類やったかもしれないですね。 もっとガツガツした乙女の人ばっかりがいや菊池桃子さんやから緊張しますわーみたいなとか菊池桃子は知らんかったっていうのが良かったんもねもし出会う機会があってもあなたのこと知りませんよスタンスを取るべきってことですかそれ絶対出ないわーかん森本翔太君が同じ手を使えるとは限らないけどいは そうか、だから、えそう、これで知ってたにあらさんも知っててあ、ももこさんずっとファンだったんですって言ったらなってなかったかもしれへん、ねうん、かもしれないです、知ってるのに知らんふりっていうのは、はい、ちょっとあそれはダメですかナナみたいになるかもしれないですね難しい難しい難しいちょっとお手本にさせていただきたいと思います<名>はい、こうやって ねえ、<れ> <laughs> いやいや、なんかおしゃれんけど、六十でしょ、ってう言うてるうちにな、はい、るってっ、言うては四十四、四十五やから。<laughs> では、そろそろ次のニュースに参ります。続いてはこちらです。はい、有名すぎる代表曲、そういえば、一曲しか知らない人気アーティストランキング。誰もが知る有名アーティストの中には、有名すぎる代表曲を持つがゆえに。他の曲の存在感が薄まってしまっている人も少なくありません。 そこでグーランキングが調査したそういえば1曲しか知らないと思うアーティストランキングを そういえば、何の番組に出ているのか、誰も知らない、私森本翔とがお送りします。あ、おらら、れこれ読まされ。あ、こういうこと。読まされるという、こういうこと。読まされるというのは、こういうことですけど、これね、これ。いただけジャーナルに、これ、なん、チッケ、チッケが、つか、入り込んできたみたいな感じでね。こういう、これ、そういえば、何の番組出てるか、誰も知られて、新しいドラマの。ええ、出てんの、森本翔が。こうやって、たまにラジオ出させてもらったりとか、あと季節が来ると、高校ラグビーとか、高う野球の実況とか。があります。はい。 たま季節の季節労働者みたいな感じでパッと来ます。だからいろいろいろんなことをやってあると。思っと言ってください。はい。ろんなこと雑雑の雑のじゃあ一個一個はちゃんとしたお仕事を。えではちょっと早速そのランキング見ていきましょう。はい。十位から発表していきます。まず十位は川口京吾さんの桜。うん。え歌なんですけども。はい。 どんどん参りますね、えー、第9位がモンゴル800の小さな恋の歌これが意外やね名曲、はいっぱいあるよ,あるよ、ね、どんどんいきましょうし第8位は角田博さんのメリージェーンこれ角田博さんの歌,歌ですね, <laughs> ねそ,そして7位がメイジェイさんのレッドイットゴーありのままで続いて6位が木山雄作さんのホーム これ言うと5位が菅さんの「愛は勝つ」第4位がゴールデンボンバーの「めめしくて」というところで4位まで一気にご紹介しましたが、うんうん、そうですねいやー私はほんまにこう方角弱いから全然もう<え>こんな全然分からへん。え え、知らない、いや、そのほう、ホームっていうのは、いや、聞くと分かるで。聞いたことある。木山優作さんって聞いても。このタイトルだけ見たら、曲出てけへんかったな。そっか、そっか。モンゴル八百も出てけへんかった。え、バチ。うん、で、出てけへんかった。川口京子は出てきた。ね、この作も、メリー・ジェーンもしてる。 これあれやろアナユキやろ。そうですね、メイジェンさん。川口京子さん、は確かしくじり先生でやってましたもん。やってたね。なんか一曲ヒットしすぎちゃって次を作れなかった僕の失敗だった。自分で喋っとしたからね。それはそれで苦しいというの言ってます。えこれでもじゃ今までこの四位まででさ、はい他の曲知ってるやつあった？モーパチはだからそう。 アルバム持ってるんで、で、ゴールデンボブ、あの、令和で曲出したから、ね、令和、そう、あ、そう、スピード出したから、ちょっと。令和の曲出しね、まあ、そう。ゴールデンボブはもう、自虐で使ってますもんね、もう。一曲で、ね、私知ってます、でも。か、かん、かん、さんは、確かに愛は勝つ。以外は。カレーライスの歌みたいな、私。ああ、なんかあったよね。カレーライスの歌。オムライスじゃん。オムライスでしたっけ。オムライスでした。 チキンライスやそれはマ原さん、ス原キャラの勇気、マッキーがま松本さんに付けた。でもよく考えたらこれものすごく失礼なランキンググーさん結構多いこれ。グーランキングこれ多いよちょっとグジェイさんとかもだってねカバーでいろんな曲歌ってたりもしますからね。そうそうそう。まあでもカバーない。 まあイメージ何歌っても上手なんでなんか自然とそういうイメージになっちゃって歌い手さんやからこの人に歌ってほしいっていうのが多いってことじゃないですか明治さんご指名ご指名が多いってことですそれは指名多い方がいいよねそりゃそうやけどさあでは気になるベスト3参りましょう第三位は星野源さんこれ意外やな恋 そうですよね。ぱいある感じしますけど、確かにこれがね、ダンスも濃いで、はい。ちなみに他にも三五、これ濃いっていうタイトルやってやった。そうです。それ知らなかった。濃いダ逃げ始めね。そうそうそいだ。逃げ恥の方がでかいね。でもあの C.M. ソングになってるファミリーソングとか、あとドラえもんの歌なんかもあるんですけど、ああ、ドラえもんの歌ね。確かに濃いがこうバーンと来てパッと出てこなかったかもしれないですね。はい。 いやいやいやこれはもやちょそれやで確でも子供とかに聴いたらそうなんかも知らんからでもドラえもんの歌あるしあと朝ドラの歌も多だあるし。というような大作のちょっと意外なところで曲が代表曲がすごすぎるすすごぎるアーティストランキングこれに変えましょうそして第2位ですがピコ太郎さんの「PPAP」だからこれ1曲しかないんじゃないですかねそもそもね。次出したのこ人 出しなんかでも出した出してはいますけど別にその楽曲っていう感じじゃなくてどっちかというとネタっぽい感じなんで、ね、このよをにた感じ PPAP と、はい、でもこの人ほんまに音楽作る才能すごいよな草原さん,なんかそのか音楽コメンテーターみたいな立場でよく出,、うん、し出演されてますもんねでは気になる第1位です、はいえー、上村か奈さんの「トイレの神様」 知ってるこれはもう2010年2010年も,う、はいはい、もう10年前ですようだ,だいたい、うんね、2010年でもトイレの掃除これしたなね。これ売れた時にしとこかな<え>思ってあしし私ていうかもうこれあのむちゃくちゃトイレ綺麗に使ってくださいみたいな書いているコンビニとかで ちょっとあれ気味なとこありますね。私この曲流しといたのにって、もうその効果あるやろな。あると思う。あのいつも綺麗に使っていただきありがとうございます。貼り紙じゃなくてこっちの方が効果的かもしれないですね。あれはちょっとななんかな。えありがとうございますその貼り紙良くないですかでもなんか私の中でなんか何回か綺麗に使おうって思う。そうまだありがとうございますがないところで綺麗なところが一番最高だな。 でまだ「ありがとうございます」っていう張り紙のところの方がまだちょっと綺麗なとこが多くてなんか汚すなみたいなのをこう書いてるとこってな私一回なかどっかのロケ行った時に「はい、そのおトイレ貸してください」って言ってんけど、はい、そこはすごい斬新な張り紙ってろう、えー、あの男の子のおしっこのとこに、はい、もう一歩前へ。 あ、君のはそんなに長くない。そっちまでそこまで書いてて、これはおしゃれやなと思った。そうか、お前に日本前にってか、君のはそんなに長くないってか、謙虚な気持ちにながら。そうなるやな。ね、クソとさせてうまいな。どうな一歩前に出る森本慎出ますよそれは日本日本歩と。何歩ぐらい出なかの。いや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 。 うん、そう、照れて笑ってて、なめられて。あの、男子穴同士でお風呂行った時には、あの、おお、わ、悪くねえな、みたいなことは言ってもらいますた。ええ、そこまで掘り下げなくていいです。めっちに買ってね、ほんなら。あれ、めちみつひろ行ってんの、それ。いや、あみつひろ入る前の、なんか、みんなでお風呂行った時だった。ちょっとみつひろのはまだ、まだちょっと、そこぐらいは勝ちたいですね。

二ヶ月で。そうですね。また年明けて。あ、いや、与党。じゃあ私にそんな決定権ないから。もう今ここ他の番組に呼ばれなくてもここだけは呼んでほしい本当に。だからそこら辺がカントン。もっと行くべき番組があるんやと思うね森本翔太の。でそういうこと言っちゃうと他の番組で呼ばかなと思ってることが聞いたときにそうそうね。合わないわってなるかなるから。 恐ろしいですよ。恐ろしいですよ。石原さんに怒られると本当に怒られてる。本当にもうもう私本当トカレー人になってきたもん。もうみんなから終わっていいです。上手ください以上ニュースのまとめ。なじゃじゃジャーナルでした。森本正太郎お邪魔しました。どうもありがとう。さあメッセージいただきます。これこのジングル何回聞いてもこれはもっと笑ってもらう。チュッチって言っちゃう。手に 手にキスしてるバージョン今の今のと自分でも分からなかったえソフタバージョンありましたっけソフタバージョンなんかただただ口でチュ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 やってるバージョンと手を吸うてるそこのおっさんの音みたいなバージョンもあるやんかくちゃくちゃのそれそれなの今のはそうな手の甲を吸うてたやなキスするわ手の甲にやってる音をやる人は思い吸うてる方やわ吸うてる方なんすね

平方氏の方です。長居公園のラジオ祭りお疲れ様でした。うん、ありがとうございます、ね。朝の生番組でお疲れのナジャさんを見て心配になり駆けつけました。うん、優しい控室のテントの隙間からナジャさんが見えたので、はい、大声で読んだらわざわざ出てきてくれて本当に嬉しかったです。みんなお喜びしてましたね。ナジャさんはお疲れモードだったけど、思ったより楽しかったとエンディングでお話しされてたので。<laughs> <laughs> 安心しましたまた <laughs> これ怒られやんけんちゃいますよ。<や><う>お母さんからライン e 来ますよベテランアナウンサーさんに負けずなじゃさんのおしゃべりが一番面白かったですよ、ね、ファンが増えたこと間違いなしこの先なじゃさんの帯番組は必ずできると思いますこ、えー、その時はもちろんパートナー, <laughs> ー,トナーチキチキの二人でお願いします <laughs> ありがとうございますこれからも応援してます大好きだよいや覚えてるわ隙間からなんかこう手振ってくれる人がおってから出て行ったら、はいはいはい みんなアリナミンとかいいっぱいくれた元気になるようにってアリナミンと何もろたんがない、ね、結構いろいろもろた心配してるんですようもうあのほ,ほら体調を崩してみたいな話ようしてましたねここ最近ほ、うんま先生もねもちょっと働きすぎちゃいますか、ね、っていう話をしてたからもう差し入れはこれからそういうのばっかりに、うん、なるかもしれんねでもほんまにすぐ飲んだもん あんまりに疲れてたんですね。いや最悪に疲れててんで実は。どういうスケジュールやったんですかこの日は。そのえー、っとラジオ祭りが四日やったやろ。はい、で三日の夜の十一時から。 日本中のドラッグクイーンが勢整いしますってイベントがあったわけ。すごいベトテランですか。十時から。はい。それが夜の十三日の夜の十時半夜中。夜中。はい。でそん中で私はちょっともうベテランやから大ラス大トリやったわけ。大すごい。大トリ大トリのショーが夜中の四時二十分。だからオルナイトやってね。四時二十分。 はい、朝朝方、はい、でそれ終わって ABC の「おはようコール」が5時からの生放送があったわけあーそりゃそうかだからそれでなんか4時20分で10分間だけショーパーってやって飛び出して,出て飛び出したんよ生放送出て、はい、ほんでラジオ祭りやんラジオ祭りがもう9時過ぎに来てくださいって言われたから、はい、あもう鈴のままに長い公園行って全然寝てなかったから顔めっちゃ疲れてたあらーもう途中ちょっとこれ眠たかって船越え出たもんこうやって。はい ちょっと寝ていいですか?」って言って、はい、こ,こっくりこっくりしてるのに何かしら局長がずっと喋りかけてくんねや。いや寝さしてえなって思うのにずっと横で局長喋っとってんけど眠たいなと思って思うで覚えてへんねんも半分寝て聞いてたから <laughs>「ちょっと眠たいんですけど」って思いながらもやっぱ局長やし <laughs>、はい、お話してなかったなっていろいろっててんけど、はい、まあ寝てしまいました結局。 表情がね気キツって話してくれはってですね。弱り切ってる悪役だったせいかね。キツコってたら多分デブタスをや疲れてするんだよ。でも弱り切ってて何人か顔が疲れてましたっていうラインも来てたから。マジですか？これあのうちらはその衣装のとかの写真見る限りではメイクバッチリやからもうなんかそう頑張ったのはい透明やから良かったんかもね。ああそっか。これ皆さんにはちょっと疲れたんだよ。あの一番疲れた時。でも一番 マックスに疲れる時、疲れる時に近藤さんとかって、やっぱ結構ね、とどめ刺されるのよ。そうやわ。めっちゃ濃い、濃い。ジャンクフード、じゃんこフードを食うようなもんすもんね。ほんまに。夜中に、夜中にや。夜中のジャンクフードみたいな声した。もんな夜中のジャンクフードはおい、美味しいやん。ジのン力がね、すごかったね。ああ、結構。弱ったところで、ちょっと浜村さんで。 く癒されっていうのを前でこううまいことバランスよくお会さんみたいな、うん、去年やったっけ、おととしやったっけあの浜村さんがあのお医者さんの格好をしたった時。<laughs> うん、やったやった。あの時やったらなんこうやってくれて癒されるれ、ね。ああお前ね。まあでも癒されたし。ね。で最後の最後今日どうでした<う>って言われて。れはい。 思ってたより楽しかったってことは普段の状態でやったらだいぶ楽しかったいや楽しかったよなんかいろんな経験できたしほんまにすごいすごいなこの人らってほんまに思ったから検査を見たって言ってましありがとうございますさあこちらはですね神戸品田区からポンポンポンがしさんにいただきましたありがとうございますこんにちは 先週黄砂の話をされていましたが黄砂、うん、は砂漠から中国の上,級上空を通って日本に飛来し、うん、その際、えー、PM2.5 やその他の有害化学物質を付着してくると聞きましたあそのことかなのでただの砂ではないと思います、うん、マスクはした方がいいです、うん、石原さんじゃりゃ口の中キュッキュッするっていう<ー>ところでマするっていうところで 本題ですが新人アナウンサーさんの街頭インタビューコーナーが欲しいです。 うん、前回お二人の新人さんが必死で頑張る姿に毎回じんと来て好きでした、うん、それにあまりお耳,にお耳にかかる機会のない新人の方々の人となりが分かるので親しみも持てます、うんまあね、今年はまた新たに2名の新人の方が入られたようなので、うん、その方たちのコーナーが聞きたい、ね、お二人が成長されるようなそしてお人柄が分かるような内容ならなおいいです。 シーズン途中ですが、どこかに割り込ませてでも、三分でもいいので作ってほしい。ご一行ください。新しい、ご今、覗いてんね新人の。ね<え>。何やったけ、野崎さんやったっけ。野崎さんあ。野島さん。野島さん,野島さんが今ちょうど。いますよ。ほんまや。野島さんだって、あ、もうすぐにわかりました。あ、新人アナウンサーの、こうやって、うん、なぜなら、うん、あの、もう出て行って。うん、森本翔太アナウンサーの話を。うん ニコニコ聞いてるから、上ではないと。上ではない。これ私絶対もうこれまだキスコって声叩きながら笑いながら聞いてる。本番の独身人やから。聞いてるなと思って。来年になったらもう我慢してるやつだ。もう干しバシャぐらいに。じゃ構えを忍めながら聞いてるとこまたけど頑張って笑ってるわと思って。 ね、だからあれ当ててるでしょしこの番組の次の万博,万博宣言を聞いてもらったら「あみんな出てますよ」って、うん、みっちゃんが団長そんでその野島ともう一人誰だっけお名前清水さんも出てるから。 そこでその人となりっていうのはわかるんじゃない？それ聞けば。いやしね、どん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 多分成長をね、成長していくし行く姿がその番組で聞いていただけるんじゃないですか。でもこのナジャさんにこう育てられてるっていうのをこうみんな見たいじゃないですか。いやいや育てではないけど、<う>だからそれはじゃあ森本翔太にやってもらえばこっちのコーナーのその外回りのえどうですかそれ聞いて。冬は寒い中。あワロワロてるワロてる。あ<お>、ね、いいんじゃないだから。あそれ一丁で。

でもなんかあれやったよさっきちょっとさニュースの間さ森本翔太と銭湯のね続きの話をしてたけどその間野島さん耳こうやって押さえてた耳の穴をこうクーって押さえて聞こえない聞こえないみたいなそんなリアクションいやそれはちょっと綺麗ぶってますわ。 これは。計算っすね。計算なんかな。あれ、その。あれが自然に、こういや、もう聞きたくない、そんな話みたいなと可愛らしい。どうでした、自然でした。計算っぽかった。あれは。計算やと。あ、やっぱり。それでも。あ、そう。いや、それでこそやって、女子アナ。いや、そうやないか。でも、私、ここ最近見た女子アナの中では、一番素朴やな、思ったんですけど。 どういう意味のそばあのサジミってこと？サコッシュみたいなぶつら下げてさあのなんか言うたらつら下げてさあだかなんかこう斜めがけしてあのばそうやななかなかおしゃれじゃあのバック斜めがけは巨乳のアイドルがプロデューサーにアピールするときに使う技やねほんまにでも全然そうじゃないそうじゃないパターですねもんならもうあの 取られてはいけませんって田舎の子が都会に出てくるときにお母さんに言われるかけ方そうやろお前そのかけ方もうあんな斜めにかけとかあとは都会ないよ本来計算じゃなくみんなにされねどこ出身なんやろどこ出身なんですかどこ出身なんで福岡じゃ都会まあ福岡もその場所にあるやなんかチャレンジするのよねあのこの番組でこの番組この曲で大工かなんかやんのよあら 大工を一万人の中の一人やねんけど、もう一人の清水っていう子はマラソンすんのよ。で、はい、マラソンはまだわかるやん。一、はい、万人の一人ってさ、別になんか小さい声でうっとってもわかるようなことな。何がチャレンジなんと思うねんっかっかねう。マラソンの方が完璧めちゃめちゃ大変やと思うお通しも結構大変でしたよ<う>ありがとね。 1一人大工一人でドイツ語で覚えてやったら分かんねんけど一万人の前で一人でこれはすごい違うね一万人の中の一人やでバクバクバクお人しってバレへんがなそんなだ何にもな所でようねんけどマラソンは絶対ごまかせれないですねいや確かに一人にかかる負担がでかいのはでかいのここにねあのまここにいたメッセージの下にスタッフさんが ちょっと過失っていうかあ書いてくれてで雑談一本勝負という今回のコンシテーマやらないとて感行くのはやりません最近ちょっと思うんだけど雑談一本勝負もちょっと無理があるなって思ってきてないなんでなんですか私の中で喋っててそんな感じいやそんなこと全然知らなですけどい。 大丈夫かなって、たまにふっと思う時。でも、もう、この番組言ったら、何年目でしたっけ、もう、でも言うたっ、だ、だ、シーズン四ですから。そうやから。ずっと雑談だから、大丈夫じゃ。もういいかな。<laughs> 苦情は来てないの。うんのね、お前、一本勝負ちゃうやんか、かねんみたいな。いや、っていうよりも、その雑談が過ぎるっていう。<laughs> <laughs> 雑談やけども、ちょっと。だめになるこただの家で喋ってるのが過ぎひんかっていうのがあるのかなと思ってんけど。でもあったら来そう、なんか。読まされそう。ですそうやな。ちょっとこっち行きます。え。苦情メールもないってそういうこと。だからメールが。いや、今日ちょっとあれ機嫌悪いんです。先生、あ、反省す。反省す見たんかも。見た。言うてました。あれは。 ずっとカンペが出たな、珍しくあの反省。ね、ね、あれそうですよね。あのカンペ。反省して、割と自由に喋ってんだけど。お前は言わされた。そうですね。雑談じゃない、じゃ、い、この番組は雑談一本勝負って言ってるけど、実は。

あのー、スタッフささんんが買っっててきてくださったんですよ、うん、でその時にナぜさんお芋が好きやっていう情報はみんな知ってまからポテト入り、まあ、たスイートポテトみたいな<う>お芋が入ったのが限定で売ってるって言うてそれをわざわざ買ってきてくれはったら「いや普通のアップルパイがよかったわ」ってナさんが言うて物議をかもしたんですけど、ねうん、今日ここにパッと来たら。うん まさかのあんまないですよね二週連続同じものが置かれてるアップルパイ、はい、今日はもうほんまにあてつけみたいに正統派のアップルパイが置いてあった置いてあってその横に欲しいものが置いてある。<laughs> 別々でよーした負けましたよってぴっくりしたわ ただもう私も,もう母親に怒られたからねほんまに、ね、あの文句ばっかり言いな,いな仕事がなくなるからって言って言われたけど<笑><笑>ほんであのリスナーさんからのメールもね反省するので載ってるんですけど「うん、今エジさん、まあんた間違ってないよ」って <laughs>「何でだか悪いよ」みたいな意見もありました、ね、それで反省したけどた、ね、今日アップルパイ食べて何て言ってましたさんクリーム入ってんねん今日のアップルパイみたいなカスタードみたいな違うねんってと思ってもうほんまりンんごだけが引き連れてあるアップルパイを「アップルパイ」って言うのよで。今日も割ってみた時 <laughs> ねあ,あリンゴばっかりやってるわなと思ったらムにューってカスクリームが出てきたから、ねねね、ほんまに美味しいアプロパイ自分でこんなかんや焼きやプロパまだクリーム入っとりゃないかと思ったけど今日は言いませんでした <laughs> 言うた,言うた今言うた、はい、もうでもうほんま文句言うのやめるわこれでね。<laughs> さあということで、えー、皆さんメールいろいろありがとうございます。まだまだお待ちしてますよあなたに丸投げ知名度アップアップ大作戦 このコーナーはシーズン3であった「知名度アップアップ」大作戦をリスナーさんに丸投げして私たちと番組の知名度を上げてもらうコーナーです。ナズさんの、えー、直,筆自画像直筆顔画像コースターを50名の方に30枚ずつプレゼントいたしましたコースターをお店で使うなりばらまくなりして知名度を上げてくださいもちろんコースターがなくても知名度を上げてくれたら嬉しいですと知名度アップを丸投げしている。 えー、今シーズンなわけですが、はい、報告が今日もたくさん届いておりますので、はい、ご紹介していきましょう。ういういはい、じゃあこちらいただいてます。ラジオネームベッティさん、えー、大阪市北区の方です。なじゃさん、チキチキジョニーさん、いつもゆるいトークで癒されています。ああかったですね。ねす私は以前辻アナウンサーにコースターを持ってきていただいた中崎町のベトナム料理店の店主です。ああ覚えて、ねうん、キスマークのついたコースターですが、なじゃさんの人気急上昇にあやかって。 お札として入り口のドアに貼っています。ナジャさんのキスマークは邪気を払ってくれそうだし。このコースを見て、このコースは知ってろとかいうお客さんはいませんが。貼ってからは心なしかお客さんが増えた気が知らんけど。知らんけどってちゃんと使ってくれてます。では皆様、お体に、え、お体ご自愛くださいませ。めっちゃ去年癒されたお店の方ですよ。そうやね。すぐ名前言ってくれはって。うん。あ、そうや。そうや。そうね。これお辻でかしたっていう話。そうやね。 コースターを貼ってくれてんねんってドアにああらのそっからお客さんが増えるってカラス除けみたいにこう外に貼ってくれてんねんちゃいますいやいやそみたいな使い方ぶら下げてぶら下げて使ってないでしょそうなんかな貼ってくれてさ行きません今度みんなでベトナム料理どうですかベトナム料理って食べたことないかもフォーフォーとかもフォーとかあとあれ生春巻きはベトナム生春巻きもうベトナム料理 うん。あとあの薄いお好み焼きみたいなで好き。何やったっけな。縮み？縮みみたいなもある縮みみたいなのもあるんですよ。ある？ほんま？いや分かれへんわベトナム料理。確かフォーしか置かんか。行ってみるじゃ。バインバインセオあバインセオそうかバインバインミーとかバイセオそうバインミーバイセオがベトナム料理。バインミー。ミンゴレも。

これとかと、ね、お通じに聞いたらすぐわかりますもんねあほんまや、うん、そうやねどの辺、ね、ありがとうございますありがとうございますさあもう一つ行きましょう、はいえー、西宮市のラジオネーム私の旦那はほてともやすにの弥生さんからいただきました 奈良さんチキチキのお二人こんばんはいつも楽しく配置をさせていただいています4日に行われた MBS ラジオ祭りに行ってきました奈良さんが舞台に出ている時の周りにおられたおじいちゃんおばあちゃんにもコースターを配ったんですがカレンダー購入時にサインをいただいた MBS アナウンサーさんにもお配りしましたえアナウンサーに待った人そうコースターを誰やってたけど書いてますよ森本翔太見せると 身内に配られてもあ森本翔太やったってこと <laughs> 何んもお、ままね、も,もろない答えがカッコ笑いわ <laughs> かんなもうわかんな <laughs> 身内に配られてもって言っただけな<も> <laughs> みたい覚覚ええててます？す。るでほ他の関岡さん竹川さん松井愛ちゃんは笑顔であ、ごめんなさい武川さん竹川愛ちゃんは笑顔で記念撮影新人アナお二人に至ってはお渡しするとめっちゃ喜んでくださいました。 え撮影時に周りにいたいかにも聞いていなさそうなおっちゃんたちにも配っておきましたよ。これから忘年会シーズンになるのでお店にも配っていきますね。毎週楽しみにしていますのでますます面白い雑談の方よろしくお願いします。といや写真もつけてくれてますよほらほら。 みんなちゃんとコースター、こ笑顔でちゃんと。森本くんもこう、あ森本くも写真撮ってますでもあの森本翔太なだけコースター持ってない。あほんまやわ持ってないわみんなコースターを持って。で笑顔もなんかちょ作り笑顔やわそうですね。今日と同じ T シャツや。今日と同じ T シャツや。ほんまジャケットジャケットも全身同じやんかこれだから今商務服なんちゃいます。商務服なんこれ。多分。 絶対そうこんなんで勝負なしたあかんってああでも大体なんか思うねんけど身内身内に渡されてもって言ってるけど身内でもなんでもないっすよう言うちゃうんだびっくりせえへん身内多分だからこの方みっちゃんとかは身内やなと思ってお配りしてないっすわこれああなるね。みちゃんとの写真はないじゃないですかみちゃんも彼らを撮ってたのに 時間帯によったんかも。ああ、そうだね。嬉しい。あたしでも。でも森本君は身内ージないと思ってやったのに、こうミュちゃんと皆さんってください。私このコースでゲーだったんです。普通に。えどこで？あの南のバーで。すごい。南のバー。南のバーで。バーの。あこさむ。そこ。バー行ってる方がびっくりしたわ。バー行くしバー行くの。たまには行くし。えなどんなバー？ えアゴ侍って呼ば、<laughs> <laughs> なんそれ。<laughs> いやでもすれしすれしいそんなところにあった。お客さんのが、がお客さんが持ってきてくれたやつをあの使っては使ってくれてそ,そのそこにいる人たち全員がそのコースター。アゴ侍は聞いてくれてるのその。アゴ侍じゃなくてお客さんがあのあ<ー>これに応募してマスターの方ならリスナーさんじゃない。そうなの。そう。うわーと思って。 やっぱり続けていかなあかんね嬉しいありがとうございますあさ引き続き知名度アップのための活動報告お待ちしています、えー、コースター配り番組ツイッターや出演者ツイッターのフォロー、えー、番組 YouTube を広めるなどなど特に番組のツイッターこちらのフォローをどうぞよろしくお願いいたしますぜひぜひ知名度アップさせてください以上あなたに丸投げ知名度アップアップ大作戦でしたなじゃと話そうピンポンピン さあこのコーナー <laughs> 私たちのお話ししたいリスナーさんと電話をつないで、はい、お話を聞くだけのコーナーでございます。今日電話がつながっているのは40代独身4人であ私だと4人で老後について語りたいというラジオネームポンチョさんです。しも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 どうもナジョです。<laughs> はいありがとうございます。嬉しいです。老後ね。 老後について話したいんですね。はい。老後。えポンチョさんは？はい。おいくつなんですか？ギリギリ四十九です。ああ、でもまあ四十代。同じような世代よね。どえ独身ですか？ご結婚は？過去に。ああ、一度。うん。一度。バツイチ。はい。 はい。の菊池万子さんと一緒です。そうなんですよ。なんかあのニュースは勇気が出ますね。ねえ。まあそっちの方がいいんねな。私らと喋るよりあのニュースもう一回読む方が勇気。もう一回読むや。菊池桃子さん喋ると。の。なか出会いとかそのこと詳しい。いやいやそういう意味だよ。だってまあ私らなんか何も幸せゼロの三人やから。うん。ねまあでも老後についてやから。どうです。はい。もういろいろ考えてはるんですか。 いやー、うーん、まあ考え考えませんか。んい,い,いや,いや考えないんですよ。私はもう考えもなるようななるになって。そう<ー>私はもうずっと老後一人っていうのは分かってたからお構いだから。はいはい、そんなにそれについて考えたことないかな。うんうん、でももうちょっとしたら多分そのみんな言いますもんね。お墓のこととかうちらお母んの世代はもう考えますもんね。<ー>うん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 。そうです、ね、もうもうポンチョさんも結構その辺のことまで考えてるんですか。 そうですね両親は元気なんですけど、うん、ちょっと離れたところに住んでるんで、はい、ちょっとやっぱ心配ですよね<う>今後心配事増えますよね、はい、やっぱりねはい、はい、じゃあそのポンチョさん的にはその自分が1人で年取っていくっていうよりもその両親がどうしようかなっていう方がどっちかっていうとさっき心配になってるってこと 自分のこともそうですし、うん、親のこともそうですしもういろんな面で何でしょうねあの地に足がついてないというか。どどう 覚悟はできてなないいいんじゃでですかね多分やもできん私も結構もし結婚できひんかったらどうしようみたいな悩みが20代の時にあって、うんはい、その時に3十4 0になって「もしまだ独身やったらどうしよう」とか「うん、心配やわ」とか思ってたけど、うん、なってみたらなってみたで、うんはい、結局40で独身ですけどその気配もないし。はいはい 意外といいけるもんやななみたいな <laughs> 楽しいこともまああるし、うん、だからどういう状況でも意外といけるもんちゃうんかなと思い出してき始めましたそうですねそう思う時もありますでも本当その親のことが心配とかっていう気持ちはすっごいわかりますでももうこれでも親は多分娘む息子に はい、面倒見てもらうなんか多分思ってないと思うねんな。そうそうですはい。なんかと思います。こっち心配するのはわかるで、それはやっぱ親心配するのはわかるけど、うん、はい。そんなんか親からしたらやっぱり自分のこと最優先でいいよって思ってると思うけどな。なはい。なんか結構遠くですか？会いには行ったりしてるんですか？あはいあのー、遠くって言っても。 うん、頑張れば日帰りで行けるぐらいなので<ー>ちょこちょことは。お仕事されてるんですかポンチョさんははい、はい、<あ>してるんですけど、はい、あのやっぱ定年のある仕事なのでははははもうなんかし定年したら退職したらどうしようっていうのがすごい思ってるんですよねなので、うんね、皆さんみたく定年がない仕事を。 いいですけどもっと早く仕事がなくなったら終わりやからあの保証もないですね退職金もないしんかでもだから何とでもなるって思わないやっと俺んとこもあるんですけどうちらでもあそっか定年って決まってたらそっか考えすぎやわんかはいやと思うよ よなよなそんなことばっか考えてるんやろ。よなよなは考えじないです。よなよなはそんな毎日は考えてへんわ。思っちゃうっていう今の笑いですよね。寝る寝る時は寝てるでしょだって。もうそれやったらええやんか一応四人でワイワイ喋りたい。まあそうやってなんかまあまずそれ考え出してまた寝られへんな思ってそんななってんのかなと思ったらそうでもないんやね。がっつり出てるんですね。はい。よかったよそんな。はい。そんなおあの。 すごくこう重すぎずはい、うん、重すぎずど、うんな、うん、ことを考えてる、ねね、どんな老後になんねやろうっていう感じも、ね、まあある時漠然とパンって不安になる時はありますもんね<あ>人間だしけそうですそうですそうで、ん、すはいそれはえなんとなく決めてんの老後どうしようっていうのはいやー決めてないのでちょっと早めに仕事辞めて違う仕事で。 70とか80とかぐらいまで働ける仕事ないかなとか思ったりでもなんかやってみたい仕事とかそうやってその自営業みたいなのとかなんかあるんですかうんあんまりこうなんでしょうねアクティブではないので、うん、いろいろこう。で あの在宅ワークとかできたらいいなとは思ってるそれね関係なくでもね今の仕事で定年までいけそうでそんなにあの今がどうしてもいとかじゃないんやったら定年ってかっこいいなと思ってるね定年まで勤め上げるってやし貯蓄も絶対できますもんね貯蓄しといたら安心なんじゃん 結局お金のことが一番心配ですもんねそうですねめっちゃツアー飛んだ私ごめんなさいいや私は老後はもうタイに住もうかなと思ってんねタイ好きですもんねタイどこに住もうかなっていうのをすごい考えますえどっか外国最後最後っていうか移住してもいいかなって思ってる外国はじゃあどこ日本の中なんでミノーなんですか大きい温泉あるし 滝見れるし、うん、でどっちかタイに住むかミノーでミノーに結局私のお仲間はみんな一人やから,らいどこに移住するかみたいな話なみんなお仲間でミノーにその 大鎌専用のそういうなんかシェアハウスみたいなのを建ててっていうふうに <laughs> 芸人はあの石垣島とか沖縄に何かみんなシェアハウスやって近くで畑やってなんか寄せ,寄せの演芸場作ろうやみたいな舞台を作って観光客の人がやってって言うたら空いてる人が降りてますみ <laughs> たいな言ったら今みたいな話してましたそれは。いやそ,そんなぐらいでええと思うよ先のことなんか。

ちょっと京都の上らへんやったら、海までも行けるし、はいた。ただちょっと雪、冬はちょっと大変らしい。いや、ちょっと、どうかな、都会が遠すぎひんかみよかやったら。ちょっと遠いですか。も車があれば。おもねぎな。タイは、タイはそんな、もう言うたら。うん、いやいや、<会>タイはもう都会に住むから。あ、もうタイの都会に。真ん中に住み、住みたい。お、ほうほう。まあ、でも、物価とか安い。もん、ね、安いもん。そうやな。見たら、まあ。うん。 あのリゾートもリゾ近くにあるし,あるしそう毎日フットマッサージ八百円ええ老後やな <laughs> <laughs> 骨鍛えとか,なんとか骨もろなったらほらもうすぐ骨もろなったらもうフットマッサージ行かれへんから折れるから,折れるからそんなもろもろだね <laughs> 老後やからそうかでもポンチョさん誰かその一緒にそ住もう,いうかなとかさ老後子の人とみたいな友達とかは、うん そうですね、近くにはいないんですけど、うんあのー、同じ独身の同級生とかいるんでい、うん、いつもそういう話はしてます <laughs> そうだから絶対今の時代よりこの我々世代、はい、ポンチョさんはじめね、うん、の方がこう言うたら2人で結婚したまま老後を迎える人が減ってくる気がするんですよね。私らみたいに独身、はい もう最初から独身で一人っていう人もおれば、もう離婚して一人っていう人ね。昔よりだって減ってきてません。これは彼らの世代よりは絶対多いよ、ね。問、ね、な,なんか新しいなんかそういうシェアハウス、はい、もう老人ホームっていうよりはシェアハウスに近いとこも出てきそうですけどね。ねうん、いやそんなん作ろうと思ってる人いっぱいあると思うよ。うん、ね、うん、キヤを一人でですけどね、一緒にね。そこですよ。うん、キ合わん人と。 いやでもなんかその友達がいいやんか。ねえ。何だって思うけど、ポンチョさん一回結婚してるだけ幸せやと思うよ。確かに確かに。だってここに全員なんかも結婚して。いやそうそうしてないですからね。一回してそれも経験してはるんやから。あのバツイチですっていうセリフかっこいいですもんね。言ってみたですもんね。まあ。ちょっと嘘つこうかな。いや。バツイチなんですよって言ってみようかな。バレバレや。ろなんでバレバレ。でもバレやろ。なんでバレね。何のバツって言われる。

皆さん頑張ってください。大好きです。ええ、はい、ありがとうございます。じゃあ、今度スタジオにも遊びに来てくれるかな。行く。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。ま,したまたね。はい。バイ,バイバイ。 「ナジャとしゃべろうピンポンピン」では引き続き私たちとお話ししたいという方を募集しています雑談でも相談でも何でも構いません話したいという方はお名前電話番号を話したい内容を書いてメールアドレス naja.mbs1179.com までファックス番号は大阪0668099090までお送りください「ナジャとしゃべろうピンポンピン」のコーナーでした さあもうエンディングですけどメール来てますメッセージ紹介しますこれすごいねラジオネーム最近ポッコリローズさんから大阪市上頓区の方ですいろんなやんなラジオネームそうお前は皆さんこんばんはメールなどあまり届いていないと言ってありますがこの番組はとても面白いのでメールなどの数は気にしなくていいと思いますたくさんの方が聞いてますよ私は録音してその夜の10時頃からゆっくり聞いています孫など寝かしつけた後に私服のひと時なんですね。 でこ,なんかこのスタッフさんの字で書いて「実際聞いてくださる人はめちゃ多い番組です」で赤文字でくくって「メールは少ない」っていうのとにの反省いを、うん、あの。うん 作家さんが聞いてるから結構言葉にトゲがありますよ。期限もあるんかな。言うてくれましたなって言ってました。今日おたたえして。今日おたたえて。言ってくれましたな。何のことかなと思って。何のことかな。メール少ないのそんな気にしてないんですよ本当は。ただただそう言うといた方がいいかなと思って。あなるほど。ただまあ一つあのまあでもあれかな。 メールがたくさん来たら我々こ言と言われることはなくなるんですよ、ね、やっぱまあまあ嬉しいの嬉しいですよね。でも,も,も集中して聞いてるからメールする暇もないかもしれない。でおっしゃってましたもんね。こちらラジオネーム味噌 <laughs> 汁大臣さんからいただきました。なず <laughs> さんちキッチン上にのお二人こんばんは、まあえー。いつも楽しく拝聴しています。私はもともとなずさんが好きでこのラジオを聞くようになりました。うんうん、今まではサイレントリスナーでしたがメールは来ないと嘆かれていたのでメールをいたしました。私の場合はお三人さんのトークが が面白くてメールを送るということに思い至りませんでしたああこれからも毎週楽しみに聞きますのでコースターくださいなぜさんのコースターめちゃめちゃ欲しいですお,<は>お願いしますあげますね,ねあれこれコースター読まれたらコースターですよねキスマーク付きのやつもらえそ,、ね、そうですコースター欲しいですっていうこういうメールもどんどんね、うん

そうなんや。使わんと。使わんと。何に使うね、何に使うの持って帰って、何に作ってるのかまた。それ聞きたい言ってましたね。なんとなくでも、確かに、使うのはもったいないという心境はわかります。例えば、このアナウンスを、この。どうして、どんして、ちょっと今、これ、抜き打ちで聞きたいですね。この、映ってな人たちに。あ、今度、愛さんに会うから、聞いてみよう。 多分置いて帰ったんじゃないの裏に <laughs> えどううあ,あのうだけどなぜさんのフースターどうされましたこれこれ聞いたらサ聞いてみて、はいうん、持って帰った何何のこと持って帰っ,たってたまだいてるんですね、まあ、持って帰ったって持って帰って 家にあるって。家にあって。家にありまどうどこに置いてるでしょうね。飾ったりはしてないです。こんな無難な答えあります。家にやります。一番一番レシオなんですか。いつもなんかもうカバンに入れてる。あの中に入れてますが一番。いややっぱ便所に飾ってるっていうのです。あそれが正解ですか。なんかトイレのカビちゃう。ちょっとちょっとカビちゃこと言うたやろみたいな顔したけど。覚えそうどっから持ってくんで。さっきよりこんな返し方お願いします。そうですそうです。 さあ次回のお知らせですジャーナルのアナウンサーはなんと玉巻アナウンサーが来,、ね、来てくれますよ<ー>そして今シーズンも番組ホームページで放送したものをほぼノーカットでお送りするウェブラジオと 今日の放送の反省会を行う動画コンテンツ今日の反省室を youtube で配信します前回の反省室いつの間にか28分も収録していました <laughs> もうこのそのまま放送したらいいんちゃうと思いつつ鼻くそ食べながら喋ってますので <laughs> こちらもお楽しみください <laughs> アップしましたら twitter でも告知しますね皆さんご覧くださいねさあそしてこの後は、えー、三洋アナが隊長を務めるという、はいはい えー、万博宣言がございますけれども、はい、あの先ほど光弘アダムさん見たら上半身裸でやってたんですけど、えー、何をしてんのかなと思って、えー、上半身裸なるなら下半身も裸なれよと思いながら <laughs> 私はちょっと見てたんですけどもしかしたらね光弘の万博の団長の光弘のわんぱくなとこが見れるのかなと思って <laughs> <laughs> リモンして。 期待しながらままちょっと聞いていただきたいですねそうですねどんな感じで始まるのか、うん、まだ十何秒もあるからどうしようかな <laughs> ちょっと焦ってわんぱくだってお前こそどうにまだ時間はてたんよ,よ、ねえー、ぜひ皆さんこの後三色のわんぱくなとこ聞いてください